Hey guys, thank you for watching my video. This is 関大陽光アナクタスピーキング。皆さんこんにちは、英語写真の関大です。このチャンネルを見てくださっている方は、鉄道員を目指している方、また鉄道関係者、またですね、これから著者になりたいですとか、例えば町の観光大使になりたいとかって、まあいろいろそういうようなですね、僕が経験していることを目指している方もいらっしゃると思います。こういったね、ところにですね、こう行く場合はですね、このメディアの方の力って本当に大切なんですよね。例えば僕ですけれども、本を出してメディアの方に取り上げていただいただとか、ラジオに呼んでいただいた、テレビに呼んでいただいたとか、いろいろそういうことがあってですね、いろいろ僕のこの取り組み、活動がですね、どんどん広がっていくわけなんですけれども、やっぱりこういった活動をしているとですね、だんだんと僕のこのチャンネルとかでもメディア関係者の方とかがですね、これご覧になってくださっているわけですよ。はい。ですからね、こういったところでですね、まあ、いろいろ僕もそうですが、まあ、いろいろこの活動の幅を広げるためにということでですね、いろいろちょっと悩んでる方とかですね、いたらですね、今回このお話はですね、ちょっといいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、僕自身ですね、ちょっと新しい企画にちょっと乗り出そうというふうに思ってるんですが、皆さんこれ YouTube をですね、この見るときはですね、どういったときに見るでしょうか。この TPO ですよね、Time, Place, Occasion ということですけれども、どういうときにこの見るのかということをちょっと考えていただきたいんですが、例えばですね、この休憩時間、お仕事、学校のなんか休み時間とか休憩時間にちょっと見たいかなっていう方もいらっしゃれば、例えばですね、寝る前にこのベッドで見たいなっていう方もいらっしゃると思いますし、例えば僕なんかよく使うんですけれども、例えば何か移動中ですよね、車でもそうですし、何かそういったところ歩いててもそうですね、例えばそういったところ移動中にちょっと映像は見れないですけども、ちょっと BGM 感覚で、いろいろこの YouTube を活用したいなと。あとなんか講演とかね、そういうような YouTube であれば、本当に聞いてね、そういう講演のこの知識を身につけるだとか、そういうようなところで僕は使っているわけなんですけれども、まあ僕もですね、これ声の仕事をしていたわけですよね。まあアナウンスとか、まあご乗車ありがとうございますですとか、そういうような喋る仕事ですよね。でしたから、まあ映像があってもなくてもということではないんですが、まあ声だけでもですね、いろいろ情報提供できるんですよね。車掌さんってもともと電車のアナウンスで、上のスピーカーから声が聞こえてきてるわけじゃないですか。だからですね、まあそういうような形で僕も声で何か提供できたら面白いんじゃないかというふうにですね、いろいろ考えておりまして、そこで思いついたのがですね、このラジオっぽいものをなんか作っていこうかなというふうに思ってるんですね。まあ TBS ラジオさん出演させていただきましたけれども、僕の顔自体は見えないわけですよね。喋ってることだけで、あ、なんとなく、こういうことを話してるんだろうなとかっていう想像を膨らましてですね、いろいろこう、ね、聞いてくださるわけなんですけれども、そういった例えば、クールバン運転中の方とかでも楽しんでいただけるような何かを作っていきたいなというふうに思ってたんですよ。まあ今ではね、例えばボイシーさんだとか、なんかそういうようなところでも、そういう音声のね、そういうようなアプリとかも出てますから、まあそういったところも考えていきたいと思うんですけども、まあ僕もですね、これラジオ系の、ちょっと、この音声だけのですね、チャンネルを作っても面白いんじゃないかなというふうに思っておりまして、この YouTube でも、そういうのを皆さんにちょっと紹介できたらいいなというふうに考えております。そこでですね、何を申し上げるかということなんですが、例えばですけれども、このラジオ始まるときですよね、もう始まりのときなので、まあ、Hey guys, thank you for watching my video. This is 関大陽光アナクタスピーキングということでですね、YouTube 始まるときはこう言っておりますけれども、例えばここをですね、このラジオを聞いてくださってありがとうございます。ラディオにするのか、まあいろいろちょっとこれから考えていきますけれども、例えば皆さんこんにちは、英語車掌の関大です。元 JR 東日本の車掌でこういうことをやっておりました。皆さんよろしくお願いいたします。で、こういうような自己紹介するんですけれども、その後にですね、この放送は何々さんの提供によりお送りいたしますということをですね、ちょっと加えようかなというふうに思ってるんですね。こちらでですね、その何々さんというところをですね、これから皆様の方にですね、募集していきたいなというふうに思っております。これからですね、ベースショップですね、僕のベースショップの方、まあ下のリンクにも貼っておきますけれども、そちらで第1回、第2回、第3回とかっていろいろ回数をですね、設けまして、そちらの広告っていうところをですね、購入していただく。そうするとですね、その回に、例えば、この購入してくださった方の、このご希望のことを言っていこうかなというふうに思ってるんですね。例えばですけれども、それは何ができるかというとですね、例えばこの希望した言葉をですね、そのまま僕が言うということですね。例えば、YouTube を目指している英語書書を関大ということですね、言ってほしいってなればですね、そういうふうに書き込んでいただければ、この放送は、
YouTube を目指している英語書籍大さんの提供によりお送りいたします。英語書籍大さんありがとうございますっていうようなことですね、お礼を言ってから始めるということですね。はい、ですので例えばそういったところで鉄道会社を目指している何々ですみたいな感じでですね、鉄道会社の方に PR になるかもしれませんし、例えば鉄道好きの何々です、これこれこういうものにハマっていますみたいな感じのを言っていただければ、そういったところでコミュニティでいろいろつながってくるかもしれませんから、そういったところでですね使っていただけたらいいなというふうに思っております。でその後にですね、僕がいろいろこのラジオみたいな感覚でですね、いろいろなことをですね皆さんにお話ししていきたいなというふうに思ってますね。今日のテーマは食事とかってね言って、例えば僕車掌の時何々駅行った時にはこういった食堂に行ってたんですよねみたいな感じで、これこれこの食堂の何々美味しいんですよみたいな話とかね、いろいろ本当にラジオみたいな感覚で、楽しんでいただけるようなものを作れたらないいなと思ってるんですよね。例えばですね、駅沿線のことですとか、その何か駅の特徴だとか、まあ僕がもういろいろ経験してきたことも全て含めてね、いろいろお話できたらいいなと思っております。もちろんこの鉄道の裏側、この乗務室から見た JR の中にも書かれているようなこともそうですけれども、そういったこともですね、いろいろ発信していきたいなというふうに思っております。まあ、大体ですね、このラジオの長さは、まあ、10分ぐらいにしようかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、そのくらいで、どんどん撮っていきたいかなというふうに思っておりますので、まあ、気軽に楽しんでいただいて、例えば沿線のそういうようなことですとか、まあ、いろいろこれ鉄道の知識だとか、まあ、いろいろそういったところでですね、もう鉄道に特化したラジオみたいな感じですかね。はい、というような感じで、いろいろ進めていきたいと思いますので、もし興味のある方はですね、下のリンク向いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。そしてですね、その記念すべき第1号の誰の名前をお呼びするのかなっていうのが僕もちょっと楽しみなんですけども、まあ、そういったところをですね、まあ、いろいろ楽しんでいけたらいいななんていうふうに思っております。もちろん本名でもいいですね、関大地さんの提供によりお送りいたしますでもいいですし、ニックネーム英語書書籍大さんの提供によりお送りいたしますでもいいですし、高崎さん 231K が好きな関大地ですとかと、例えばそういうようなちょっと形容詞っぽいようなものをつけてももちろん大丈夫です。休日の日は 231K しか見ません関大地さんですとか、例えばそういうような感じでね、いろいろお呼びできたらいいなというふうに思っておりますけれども、まあ、長すぎてもちょっと説明みたいになってしまいますので、まあ、15秒ぐらいで話せる内容がいいかななんて思っております。あとはですね、まあいろいろせっかくこうやって放送することですから、いろいろちょっと放送できないようなことはですね、ご遠慮いただきたいなというふうに思ってますね。なんか他人をですね、誹謗中傷するようなことですとか、ちょっと卑猥な言葉が入ったりだとか、そういったことはですね、お受けできませんので、あらかじめご了承ください。あとですね、まあすごく強烈にですね、もうこれを買ってくださいみたいな感じのね、なんか営業っぽいのもちょっとね、ご遠慮したいかなというふうに思っております。本当にね、僕のこのコミュニティはですね、もう本当にこの鉄道を軸にしてですね、様々な方のこの笑顔をですね、作っていきたいと思って、楽しいこのコミュニティを作っていきたいと思いますので、例えば休日には何々を見に行きますだとか、一緒に行きたい人みたいな感じで、そういうようなこのコミュニティの仲間を作っていただきたいので、まあ、ゴリゴリのこの営業というよりはですね、なんかそういうようなコミュニティを作っていきたいような方にですね、ちょっといろいろ利用していただけたら嬉しいななんて思っております。ということでですね、はい、今回はこのような新しい企画ですね、まあ、声だけ、本当に皆さんで言えば耳だけで楽しめるようなチャンネルを作っていきたいなというふうに思っておりまして、もう、そのようなところで新たな取り組みのご紹介でしたということで、もしですね、気になった方は下の概要欄見ていただきまして応募してください、応募というかですね、その気になった方はですね、下記のリンクより、その広告枠というか、そういったものをご購入いただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、新しいことどんどんやっていきますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。引き続き、インスタグラム、そしてですね、ツイッターとか、様々な SNS、皆さんフォローしてください。今一番力入れているのはインスタグラムですから、もしよかったらですね、こちらフォローしてください。ということで、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイ。